今まで冬期間なかなか働けなかったという中で、周年農業でやはり農業一本でやれるような方向をやはり町としてみんなで頑張って慶応桜というものを生み出したというわけであります。今慶応桜耕作者も大変頑張って年々増えてきておりまして、園地等々においてもある程度面積等々はその中で1億円が出るんじゃないかと、その面積まで、ね、なってまいりました。今後耕作者も結構若い人も入ってきておりますので、まあ十分にやっていけるなと思っておりますし、やはり町としても議会としても陰ながらこういった形で応援して広告塔になれるかなと思っております。ただいまの出席議員は全員です。定速数に達しておりますので、これより令和3年西川町議会第4回定例会を開会します。